高橋由一チャンネル。中国に配慮してオミクロン株に名前がなったというので、うん、WHO が二文字飛ばした理由を説明しておりましたが、うんうん、これについて教えてください。これ WHO があのきちんと、記者会見してますよね、はいはい、で、まあ、理由は簡単なんだけど、もともと WHO でガイドラインっていうのがあって、はい、あの人名とか地名は使わないっていうのがあって、はい、それでギリシャ文字でアルファベータ頑張ってずっと来て、うん、ミュウまで来てたね、はい、うん、ミュウ、ポケモン GO のミュウツーじゃないからね、ミュウまで来てたんだけど、はい、その後に続くのはニュウ、はい、ニュウって言葉なんで、はい、それではニュウってのは新しいっていうのと勘違いするってすっ飛ばして、はい、その次には実は臭いっていうのが来るんだけどね、はいはい、臭いっていうのは臭いって書くから習近平のアルファ、はい、あの文字と一緒になっちゃうっていうことで、はい、あの飛ばしたんでしょって言ったんだけど、 WHO の見解は、はい、あのそれは否定してないわけ、うんうん、人命に関わることはガイドラインでやりませんってそういうこと言ってから、うん、まあそうなんでしょもうだからあのはっきり言えば WHO の見解をそのまま聞けば、うん、もう人命に関わる話はやめますって言ったから臭いはやめたっていうことなんで、習近平の話でしょっていうことで、うん、それ言い出したら どっかで人命に引っかかりますよね、うん、だからどっかに引っかかるでしょうね、うん、だから次 のオミクロンもね、あのね日本人に引っかかるという人もいたけどね、でもそこは配慮されてないわけね、うん、だからそれはそれで説明はそうだけど、まあ、配慮したって否定はしないんだから、うん、そういうことでしょ。ただあれでね、今回の話だと、まあ、南岸から発生したんだけど、はい、あの写真発見されたんだけど、はい、あの南岸の対応っていうのはすごい早くて、はい、もうすぐ言ったからね、はい、だからあのそこはだからある意味であれでね、中国と全く違ってたっていうのはよく分かったけどねまあ中国の場合最初言わなかったからね、ずっと言わなかったんで、うん、それはだからあんまりひどいんじゃないのってんで今でも言われてますけどね、中国はそういう国であることは間違いないんだけどね、はい、でもまあ一方であれだよね、その中国に対していろんな対応っていうので、はい、日本の方も基本疑問符のやつが多いですけどね。あ、今の外務大臣とか外務大臣なんかね、私もすごいびっくりしたんだけど、大木さんからの招待があったっていうのは民放で明らかにしたでしょ、民放の時で明らかにしたっていうのは、もうこれは外交的に絶対ありえない話、ありえない、絶対ありえないです。だからある芸人さんに聞いたんだけどね、はい、私ね、あの新しい番組があった時に、はい、その出演依頼があった時、ある時にどうしてますかって聞いたわけ。そしたらね、こんなのあれだろ、全部の発表のとこまで言えるわけないじゃないのって言ったら、全くその通りですよ全く正しいよ。それはどんな芸人だってそんなの知ってるじゃない。あの新番組があったの依頼を受けた時にね、発表の前にね、はい、私依頼受けてますって言うわけないじゃない。そうですね、うん、そのくらいの話ですよ。だからこれはテレビの人に喋る時にいつもね、今度新しい番組の MC の依頼を受けた時に喋りますかっていう時、みんな喋んないって当に一緒だよ。だからこれはあれだよね、中国からしてみるとね、あ、本当にね嬉しい人がなったと思うよ。もうこんなの言っちゃったらね、少なくとも日本の事情であの拒否するってことはないってことは分かるじゃない。そうですね、うん、もうこれテレビ界で言ったらどうなるかだよ。新番組 NC 私受けてますって言ったらどうなるかだっていうことを見れば分かるじゃない。そうですね、受けたくて言うってことでしょ、うん、ほらもうっていう感じで、だからあの外交常識と非常に反する話をしたわけね。ちょっとありえないですね。あ、そのくらいありえないよね。だから中国もひどいんだけど、日本の外相もすごいなと。このままいくとあれだよね、あの外交的ボイコットなんてのはしないで、今のところ北京五輪の話だ。あの今こんだけオミクロン株が出てるから、はい、あの一つの考え方としても人権で言ってるんだけどね、はい、あの中国の方の立場で立つと人権で、うん、この話ガタガタしてやるんだ、だからオミクロン株がで話でね、入国禁止でね、これで外交的ボイコットを回避するって手もあるんだけどね。あ、そう、それはそうでしょ。あの普通に考えたら、あの要するに外交的ボイコットされるのは恥ずかしいから、うん、これだったらオミクロン株で、あのなんか開会式については東京五輪と一緒なんだけどね、はい、あのいろんな人 のことはあの、まあ、やりませんという言い方があるんだよね、うん、それはダメージ少ないです、ね、もちろんダメージ少ない。だからこういうことになるかもしれないね。オミクロン株の話になって今中国があのすごく話題にはなってるんだけどね、うん、実はその落下にはね、こういうふうなあの北京五輪の話もあるんですよ。北京五輪は2月の頭からあと2ヶ月しかないからね、ちょうどこのオミクロン株がでもう香港まで来てるんでしょ。香港まで来てるってことはもう普通に考えたら中国に来てますよ。
ああそうですね、うん、だって香港って中国でしょって言って、はい、来てるんだよね。で香港に来てて中国に来てないとか言うわけのわかんないこと言ったりするんだけどまたとこれもおかしいよね。香港はあの今までの中国のスタンスだったら中国でしょと、うん、だって中国に入ってるってことですよ。で香港と中国の間って交流も結構あるから、うん、入ってるでしょ、はい、と思いますけどね。ただまあ、 あの習近平さんだからもうなかったということで、ほう、一切なかったっていうことで、はい、ことに済ますかもしれないしね。あの国統計データダメだから、前も言ったかもしれないけど、あの、武漢から日本人が帰ってきたでしょ、はい、その時の800人ぐらいいたんだけど、はい、要するに視聴率の調査と全く一緒なんだけどね。はい、それから推計すると、武漢の、公表数字の3倍以上の感染者いたんだよね。はい、うん、でもそれでも平気な顔してないって言ってるでしょ。そうですね。うん、あそこはもう統計は全部データダメに作る国だから、っていうことですよ。これ今必死になってオミクロンを抑えようと日本もしてるのに、うんうん、招待されてどこの子行っちゃったらおかしいでしょ言われるよねまたね中国は大丈夫って言い訳するかもしれないけど香港に入ってるでしょっていうことだよね。これ日本にも来てるんだから、うんうん、そうすると面白いよねまたね。どうなのかね、この林さんがどういうふうに対応するか、はい、林さんってそこまで慎重、すごい慎重だよなんですね、うん、林さんを知ってる人はもうこれはもう当然のこの中で親中って知ってるし、大体親子2代だからね。あの岸田政権そもそも親中なんだよ、うん、あの広島県の日中友好協会の会長が岸田さんでまだ辞めてないもんねこれであとあれだよね、鈴木俊一さんっていうのも岩手県の日中友好協会の顧問してるしね、もうたくさんいるわ3年生です、ね、うん、たくさんいますもん。だから別に親中は私なんか聞いてもそんな驚かんけどね、そういう人たちが多いのは間違いないですよ。林さんは親中で どうしたいんですか。親中したいんで親中したいだけなんですか、うん、それはそうだよ。あの間に立ってね、 両方の言い分を聞くって言うんだけど、なんかビジネス的なうまみがあるとかそういうことですか。あのね、もともと宏池会っていうのはね、あの親中が多いんだけど、ビジネスがそこに関わってる人が多いのは間違いないです。ああ、そうなんですか。そう、親中ビジネスが多いの。だからどちらかというと人権よりかビジネスっていう立場なんです。へ、うん、だからビジネスやってる人から見たらね、人権っていうのはね、聞いて余計な話なんですよもう身も蓋もないけどね中国でお金儲けしたい人の代表みたいなこと、うん、比較的そうね。ビジネス親中ってのは多いですよ日本には。とりあえずは金儲けしたいっていうことなんですか。そう、ハニートラップの可能性もちょっと。それね、中国に、私の直感ではね、中国にね、複数っていうかね、何十回も行ってる人ってなってると思うんだけどね。どうもね、この間もある政治家に中国何回も行ってると聞いたのに、ハニートラップはないっていうから、もうないって言われたらもうしょうがないからね、それ以上のことは言えないから。あのかっこいい人ですよね。だからね、あの中国にたくさん行ってるとか言うからね私の感覚はあれですよ、そういうふうに要人で行くときに奥さんと一緒に行ったりしたら大丈夫だと思ってるわけ、はいはいはい、奥さんといつも一緒に行く人は奥さんと一緒に行けばね、そのハニートラップにまずならないからね、うん、だからこれはあのワクチン打っていくようなもんだからね、ちゃんとね、もうあの宣言してるわけなんだよ、うん、これ私は奥さん入れてるからそれはなしですよって、そういうふうに言わないとやってくるからね、うんうん、だから奥さんなしで中国にたくさん行ってる人って私はいつも怪しいと思ってるんだけどね。まあでも否定してましたよね。否定してるって、否定されるとそれ以上はちょっと言えないからいくらなんでもまあそれはそうだでしょっていう皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。